皆さんこんにちは。今回は調整レイヤーについて解説していきます。調整レイヤーとはエフェクトを画面全体にかけるために使うレイヤーの種類の一つです。まず調整レイヤーについて Adobe 公式のヘルプでどのような説明がされているか見てみましょう。ここの部分、調整レイヤーに適用したエフェクトはそのレイヤーの下にあるすべてのレイヤーに適用されますと書いてあります。これが調整レイヤーの機能です。それでは調整レイヤーを使ってみましょう。説明にはこのライオンのイラストを使っていきます。このイラストのレイヤーを順番に説明すると、まず背景の山があります。次にその上に丘が乗っかっています。その次に地面のレイヤーがあって、一番上のレイヤーでライオンが重なっています。このファイルは4枚のレイヤーでできております。調整レイヤーをコントロールプラスオルトプラス Y で作成します。調整レイヤーにエフェクトをかけていきましょう。グラデーションをかけます。描画から4色グラデーションを調整レイヤーにかけます。調整レイヤーにかけたエフェクトはその下にあるすべてのレイヤーに適用されるので、今一番上に調整レイヤーがあるので画面全体にエフェクトがかかっている状態です。調整レイヤーを一つ下に下げるとライオンはエフェクトの対象外になりました。これはライオンのレイヤーが調整レイヤーの上になったからです。調整レイヤーをもう一つ背面に下げてみましょう。地面のレイヤーも対象外になりました。これで調整レイヤーとは下にあるすべてのレイヤーに適用される機能だということがわかります。なので一番下に調整レイヤーを置いても意味がありません。調整レイヤーは一度に多数のレイヤーにエフェクトを適用する場合に便利です。調整レイヤーの動作は他のレイヤーと同じですとありますが、実は調整レイヤーの正体は平面に調整レイヤースイッチがオンになっているだけのものです。逆を言えば調整レイヤースイッチをオンにすればどのレイヤーも調整レイヤーとなり、エフェクトをかければその下にあるすべてのレイヤーにエフェクトが適用されます。なので調整レイヤーをトランスフォームで動かせば他のレイヤーのようにアニメーションできますし、調整レイヤーにマスクを使用することもできます。これが調整レイヤーの基本的な機能です。そして次の部分、調整レイヤーの下にある各レイヤーに同じエフェクトを個別に適用した場合よりもレンダリングパフォーマンスが高くなりますとあります。これはどういうことかというと、 AE のレイヤーは下から順に描画されて合成されていきます。背景のレイヤーが描画され、その上に他のレイヤーが通常で合成、その上に地面のレイヤー、その上にライオンのレイヤーと順に合成されていきます。個別に各レイヤーにエフェクトをかけた場合、内部的には各レイヤーの合成のたびにエフェクトを処理するため計算に時間がかかります。一方、調整レイヤーでまとめてエフェクトをかけた場合、4枚のレイヤーの合成が終わった後にエフェクトをかけているのでエフェクトの計算が少なくレンダリングパフォーマンスが高くなるということです。レイヤーサイズやアンカーポイントに依存するエフェクトをかけた場合、個別にエフェクトをかけた場合と調整レイヤーでまとめてかけた場合で最終的な絵が変わったりしますので注意が必要です。ここで初心者の方は疑問に思うかもしれません。便利と言っても下のレイヤーすべてにかかってしまうの？というところです。このファイルで言うと一番手前にいるライオンと地面のレイヤーにだけエフェクトをかけたいという時に困ってしまいます。調整レイヤーの性質上下にあるレイヤーすべてに適用してしまうので、効果の対象を限定したい場合プリコンポーズするしかないです。ライオンと地面のレイヤーを一緒に選択してコントロールプラスシフトプラス C でプリコンポーズしてまとめます。
すると調整レイヤーはコンポジションの中で適用され、ライオンと地面のレイヤーにだけエフェクトがかかりました。そして調整レイヤーの便利な使い方として、描画モードを変更して簡単に全体の雰囲気を調整する方法を紹介します。まず調整レイヤーを作成します。この調整レイヤーにガウスブラーを40、描画モードを比較明るいに変更します。すると夢の中のような斜がかかった表現ができます。この表現はとても便利に使えます。描画モードを変更したり、不透明度を調整して寒い朝の霧がかった雰囲気を出したり、いろいろな表現に使えます。しかしなぜこういったことができるのでしょうか。この調整レイヤーの使い方ですが、ここまで説明した調整レイヤーの下にあるすべてのレイヤーにエフェクトを適用する機能だけでは説明がつきません。ここで調整レイヤーに一体何が起きているのかを説明すると、調整レイヤーにガウスブラーをかけて比較明るいで上に重ねる。この表現はこの調整レイヤーより下のレイヤーをプリコンポーズしたものをコピーして重ねて、上のコンポジションにガウスブラーをかけて描画モードを比較明るいに変更したのと同じ結果になっています。ここまでの下にあるすべてのレイヤーにエフェクトを適用する機能、これを言葉で聞くとすべてのレイヤーにエフェクトを適用していると勘違いしてしまいそうですが、先ほど比較した通り個々のレイヤーにエフェクトを適用しているのとは結果が違いました。なので私が思う調整レイヤーの正しい説明としては、調整レイヤーとは下のすべてのレイヤーを合成した画像のコピーとイメージすると辻褄が合います。なので調整レイヤーにエフェクトをかければ、下のすべてのレイヤーにエフェクトをかけている表現になりますし、調整レイヤーにガウスブラーをかけて描画モードを変更すれば、下のすべてのレイヤーをコピーして重ねて描画モードを使用して合成する表現ができます。理解を深めるために繰り返し説明すると、よく手っ取り早く写真を明るくするときに同じ写真をスクリーンで重ねたり、写真のコントラストを強くしたいときは同じ写真をオーバーレイで重ねて透明度で調節するということをすると思うのですが、調整レイヤーを使えばこれと同じことが簡単にできます。やってみましょう。ライオンのイラストの初期状態から一番上に調整レイヤーを作成、描画モードをスクリーンにします。何も変化しません。この時注意しないといけないのが、調整レイヤーは何かエフェクトが適用されていないと調整レイヤーとして機能しないということです。調整レイヤーに何でもいいのでエフェクトをかけます。ガウスブラーを適用します。今はブラーの効果は必要ないのでゼロのままで OK です。すると画面が明るくなりました。これは調整レイヤーが下のすべてのレイヤーを合成した画像のコピーとなるので、同じ画像をスクリーンで重ねたのと全く同じ結果が得られているということです。そして調整レイヤーの不透明度を変えれば明るさも調整できます。当然描画モードをオーバーレイにすればコントラストを調整できます。いかがだったでしょうか。今回は調整レイヤーについて詳しく解説しました。調整レイヤーは全体のイメージを変更するときになくてはならない便利なレイヤーです。調整レイヤーの使い方でその人の作る動画のテイストや個性が出るところだと思います。皆さんも調整レイヤーを自分なりの使い方でいろいろ試してみてください。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。